無職のつぶやき、ともです。8月3日、本日もよろしくお願いいたします。今日も夜ですよ。今日めちゃめちゃ暑くて、まあいろいろやることがありまして、まあセコムの方とかがまた来られたんですよね。そういう関係で今9時ですね。9時の撮影っていう形になってます。最近ちょっと遅いですね。やっぱりいろんなことがあって遅くなってますね。それでですね、まあ、キャンピングカー納車が8月6日に決定しました。いや本当にもう具体的になって、まあ、現実のものになったんだなっていう感じしますね。10月に申し込んで8月の6日ですから、やはり10ヶ月くらいかかりましたね。まあ楽しみにはしてるんですけれども、まあ不安もいろいろやっぱ運転含めてありますね。今日はですね、私ちょっとずっと考えてたのが、その無職になってまあ良かったのかなって、それとも本当は悪かったのかなっていうことをいろいろ考えてたんですよね。でこれは人によりけりですけれども、少なくとも私にとっては無職ってやっぱり良かったですね。それでですね、具体的にどういうことが良かったのかなと思った時に、まず本を読む時間ができたということですね。で今まではですね、サラリーマンの時はやっぱりゆっくり本を読んで考えるっていう時間が少なかったんですよね。ですからその啓蒙本などは時々読んでましたけれども、まあ読んでましたけれども、まあ小説とかそういったものってあまり読む機会なかったんですよね。で無職になったらもうどういった本も読めますから、やっぱり知識としてはかなりプラスになりますよね。まあここ8ヶ月で、まあそれほど小説とか読んでるわけじゃないんですけれども、少なくとも啓蒙本は結構読んでますから、すごいまあプラスになりましたね。まあ裏返したらですよ、無職っていうのは、まあ皆さんよくご存知なように社会的地位ってもうゼロですよね。ですから自分の地位がここまで落ちたっていうことで、自分なりにその地位を上げるため、モチベーションを上げるために啓蒙本っていうのを読んでるのかもしれませんね。知らないうちに自分が惨めになりますから、それをカバーするために、いや私は将来的にこれをやるんだとか、そういった啓蒙本を読んでモチベーションを上げようとしてるのかもしれないですね。そのあたりはちょっとはっきりはわからないんですけれども、であとですね、金銭管理ですね。確かに今当初よりもはかなりお金使ってるんですけれども、日々の生活費っていうことに関しては、特に食費に関してはかなり抑えられてますね。自炊っていうものを始めて、そしてスーパーに行っても、まあ、コンビニのあまり買い物をせずになって、スーパーで、まあ、ジュースとかアルコール類買うようになりましたね。今までサラリーマン時代では考えられなかったですね。それよりも面倒だからもう近くで済まそうっていう感覚でしたから、この金銭管理っていう面ではかなりプラスになりました。やっぱり日々お金入ってこないですよね。失業保険一応もらってますけど、やはりその半分も満たないですし、サラリーマン時代の。ですから、やはりきちっとした管理が必要になるという、自分の中で、まあ、無意識にそう思ってるのかもしれませんね。ですから、服もまあ買わずに、食料も安いものを買うっていう形になりましたね。ただ、野菜とかそういったものはなるべく気をつけるようにはしてますけどね。体に悪いものを安いから食べたら意味ないですからね。あとはやはり人への優しさですね。で今までイライラすることってほとんどなかったんですけれども、仕事上上司とか、まあ、仲間に時々イライラしていることあったんですよね。今もほとんどないですね。無職になってやっぱり人といろいろ接してても怒りっていうのが出てこないですね。それ時々チャットとかでライブ配信で変なこと書かれる方はいらっしゃるんですけれども、それに対しても全然怒りはないですね。逆にかわいそうだなって、そういう方はこういう場で私のところでプレッシャーとかのストレスを発散していただければいいなっていう、そういう感覚になりましたね。ですから人としては無職になった方が成長できたんじゃないかと私は実感してますね。あと行動範囲ですね。明らかにこれは広がりました。誰々と会おう、どこどこに行こうって言ったらすぐ行動しますからね。今まででしたらやはり仕事で疲れますから、そしてなおかつ時間がなくて土日だけでしたから、いろいろ行動範囲広げるってことできなかったんですよね。人脈含めて。で、こちら、私はまあ無職になりまして、まあ、YouTube が特に大きかったですけれども、かなり人脈とか行動範囲を広げることができました。
で実際そういう行動を起こしてましたら、その大学時代の仲間だとか高校時代の仲間からこう連絡来るんですよね。それさらにその地元においても人脈広がりますし、で近隣今まで勤めたところにおきましても人脈広がるっていうことで、これも私定年後皆さん、あ、定年、私定年ないですね、無職だから。そうだ、それで60以降または65以降にまあ生きていくんじゃないかなと私は思ってますね。年取ってからこそ人脈、友達っていうのは非常に大切になってきますから、趣味の仲間含めてどん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 これ増やしていこうかなと私は思ってますね。あと無職でよかったなと思うのはこの子ですね。この悪ガキ、ニコとの出会いですね。私ずっと犬を飼うことが夢で、でそれが実現できたっていうのは大きいです。サラリーマンでも飼われてる方いらっしゃると思うんですけれども、やっぱりですね、毎日ずっと一緒にいてあげないと、この犬、ニコ自体はかわいそうですから、やはり無職になった方は、その犬が飼えるっていうメリットがあるかもしれないですね。猫も含めて。まあ、ただ、将来的にすぐ就職するんだとか、またサラリーマンになるんだっていう方は、まあ、犬飼っちゃダメだよね。無責任になっちゃうもん。いいのか。無責任になっちゃいますもんね。だから私の場合は、再就職というか、サラリーマンになる気はないですから、ずっと、まあ、ニコと一緒に入れるっていうことで、まあ、夢が実現できたっていうのは大きいです。まあ、夢といえば、まあ、もうすぐ納車されるキャンピングカーですけれども、それも無職だからこそ時間があって、まあ、いろいろ全国回って皆さんとお会いできるっていうことですから、やっぱり私にとっては、無職っていうのは非常に良かったですね。精神的ゆとりっていうのがかなり出ましたから、本当にメリットばかりです。今のところはですよ。で、あと5年とか10年経ってお金が尽きた頃にはその精神的ゆとりとか言えないかもしれないですけれども、私はまあ無職の勧めということじゃないですけれども、まあ、ある程度計画的に無職になることができるのであれば、一旦無職になっていろんなことをして可能性を、自分の可能性を広げていくっていうのもいいんじゃないかなと思いますね。ただ現実問題はやはり非常に苦しいっていうのがありますよね。お前何言ってんだよって、気楽なこと言うんじゃないよっていう方が多いと思うんですけれども、少なくとも計画的に無職になろう。そして無職になる方に関しては計画的に無職になった方がいいと思いますね。そうして計画的にやることによって、やはりその今私お話しさせていただいたようなメリットもありますので、基本的にはデメリットばかりですよね、無職って。ただメリットも裏返しで言えば非常に多いということで今日は動画撮らせていただきました。あまりにもですね、無職のイメージが悪く、そして無職はイコールデメリットばかりだっていうイメージがありますから、無職もメリットがあるっていうことで動画を撮らせていただいております。まあ本日は以上です。暑いですけれども、まあ気合を入れてお仕事、そして楽しみましょう、いろいろ。無職のつぶやき、ともでした。本日もありがとうございました。失礼します。